はい上参考するの会の小柳です今日は体験と共有から始まった集落みの獣害対策についてお話をさせていただきます。まず、上三高集落はどこにあるかということですけれども、新潟市の中心部から約40キロ、新発田市の中心部から10キロのこの場所にあります。えー、長寿被害と集落の現状について このオレンジのラインに囲まれたところが上三甲集落の住居部分で山際の方にですね重害被害の主な現場がありますこのように周辺に耕作放棄地が広がっていました昭和40年代には旗箱が盛んでしたがやがて、えー、農家が減少するにつれてですね平成10年頃になるとこのように有給農地が耕作放棄地となって広がっていきます 平成13年頃に猿の被害が表面化し、えー、平成23年に川合が地区集落横断電気柵ということで集落にですね、えー、電気柵を設置しました。しかし、電気柵の設置だけでは効果がなかなか不十分でした。集落の猿の出没と集落環境についてですけれども、この黄色いラインが集落電気柵です。 ここにですね、耕作奥地が広がってサルの出没が多く見受けられました人はあ山手の方から当然町の方にですね、流れていきその結果あ山手側のですね、資源は放置されているというような状況になっていました集落環境が悪化した背景にはこのようなことがありますまず、非農家が増加すると、 農地に対する関心が低下していきます自作農の減少によって農地の需給も減少します3人の所有者は経済性がないと里山を放置しておくというようなことがあって、えー、集落資源に対する関心が薄れていったことが悪化した背景にあります環境犯罪学にある我々理論というのがありますか。これも集落環境に当てはまると思います 割れた窓を放置しておくと他の窓が割れやすくなって環境悪化につながるこれはゴミとかですね汚れた公衆トイレも同じことです森林や農地などを放置しておくと里山は農地が荒廃し集落環境が悪化しやがて重害問題につながっていくというのも同じことです無関心が生んでいく負の連鎖ということが言えると思います 獣害対策は作物被害対策というふうになってますが、果たしてそうでしょうか、背景には集落のいろんな課題が見えてきます踊る大捜査線で、事件は会議室で起こっているわけじゃないという名台りがありますけれども、獣害対策の現場もですね同じように集落にあります。 獣害対策に求められるのは動物、人、環境という3つの柱です。1つは個体群管理として動物の直接的な防止そして被害防止として電気柵など農作物を守って被害を減らそうという直接的な防止。また間接的な防止としては周辺の 森林の伐採などによる政策地管理ということでこの動物・人・環境というですね取り組みがあるんですがほとんどは集落がどのような対応をするかということにかかっています。で獣害の起こる現場なんですけど農地があって放棄地があって里山があって里山にはですね里山の整備が求められ あるいは例えば工作・お地対策などが求められてここの緩衝帯の整備が大変重要なんですがそれぞれにみんな地権者がいます。でこの地権者の足並みが揃ってですね、えー、一緒に取り,組取り組むことができるかという集落内の協力が必要なわけです。よって獣害対策は集落の現状が非常に反映されやすいということになります。 獣害対策がなかなか進まない背景には、ですね、えー、中間不在の人が多くて関心が薄い、あるいは自分の利益をどうしても優先させる結果、えー、取り組みが鈍くなる、あるいは同じ集落に住んでいてもですね、えー、被害度が異なってしまう、また環境面では自己管理できないサンリア農地があって、えー、また地域資源に対する関心もないというようなことになるとですね、 なかなかこれをですね、えー、皆さんで合意形成しようと思っても地域の事情が複雑に絡まっているので難しいというですね、えー、取り組みの背景があります上三郷の獣害対策のきっかけは平成24年の上三郷声優の会の設立でしたいろんな集落課題がある中でこのままだと10年後どうなるかというようなですね えー、そういうことを感じて、えー、活動のテーマを持続可能な農村として、えー、活動を始めましたそのために、えー、まず考えたのが2つの関心です住民の関心と世間の関心まず住民自らが集落に関心を持つことそして世間がその集落あるいは農村にですね価値を感じること この2つの関心はですね合わさった時に初めて集落再生のために力集落再生のための力となると思いましたで関心を持たせる取り組みとしては集落資源をまず活用しようとそのためには農業イベントを考えました農村を知る機会を増やそうということで体験と交流を軸にしました集落資源を知ってもらおうということで えー、集落の資源のです、ね、見える化を進めました。そして取り組んだのがですねこの農業体験交流、これは資源の活用と交流、でもう一つは GIS の活用によって集落資源の見える化でした。で、キーワードは体験するこのような活動の中で、えー、集落への関心が高まって、 それが集落の再発見となって集落資源の活用や集落環境の改善につなげようというものです <laughs> 集落資源に関心を向けようということで、えー、視線をですね町の方から大和の資源の方に向かわせましたまずこの赤い枠の農業体験交流をするそして離れたところにあるですね放棄地にビオートープを作ってその間を工作放棄地を解消していくというような取り組みをしました 農業体験交流は人と自然が触れ合う最高のコンテンツです。しかも資源は集落にあるわけで、これを使わない手はありません。で、こういうことをやることによって、いろんな反応がですね、えー、内外から起こってきます。で、交流すると宝物も見えてきます。ここはあの農業新芸農業体験交流の後に、農、えー、中小会場ですけど、 この場所が佐の見える丘という名前が名前になりました。また、このようなあ昼食場所がですね、えー、青空レ,レストランという名前になりました。そうすると、神三孔っていいねという話になって、じゃあ次何しようかというような発展的な広がりにつながっていきます。当然、お母さんたちの手作り料理、これも地域の宝物です。このように、 いろんな活動を通してですね、えー、交流活動を行うことで地域を再発見してきました体験や共有する機会や場所を設けるこれらがですね地域資源の活用になったりコミュニケーションの促進につながったり集落の再発見となったりあるいはまた人間関係の広がりにつながっていってそれが集落への関心を高めて、えー、最終的には 住民が集落環境に関心を持ったことで実現したのが住民参加で、えー、集落をか集落環境を診断するという取り組みです2016年11月6日に行いました住民参加で自分たちの集落の環境を調査しようというものですけれども 診断のポイントは3つありますまず、どれだけ多くの住民が参加するのか。住民自らが自分の目で現状を確認する。そして、住民自らが自分で課題と対策を見つけるというものです。はい、これがその時のですね、えー、活動の模様です。 一緒に体験をし、情報を共有して対策を立てる、調べたことを地図に書いて分析すると課題が見えてきますで。ワークショップでは、この4つの柱の合意形成をすることができました。1つは集約環境を自らが改善しようとで。2つ目は餌となる誘引物を撤去しよう。3つ目は電気柵の不備を解消しよう。4つ目は イヌシ対策を立てようというものですその結果自治会の活動として取り組みを強化することができましたこれは人の問題です被害防状として取り組んだことです新たな取り組みとしては自治会で重害対策費を予算化しましたもう一つは電気柵の計画的な維持管理体制を,体制を作りました チーム編成で定期的な管理を行っていますさらに地権、えー、者の同意で集落資源の整備活用を図ることできましたこれが推測地の管理です取り組みの強化として行ったのが里山の整備や耕作放棄地の解消計画的な環境整備と土地活用です右上が GIS で土地の共同管理を行っているものです でもう一つは放置された火事の伐採をしようとでまた資源として活用できるものはですね柿酢作り体験として、えー、活用しましたこのようなことから里山の整備と耕作放棄地の解消があ進みました耕作放棄地を農地に復旧することができました左が 荒れてた畑ですけどが、右手のように全部整備をすることができました。また、集落を見通しの良い環境として保全することができました。自己管理のできない農地も共同管理をしました。その結果、土地の有効利用を図って約4キロの畑で蕎麦を栽培し、4。ヘクタールの畑で蕎麦を栽培しています。 2月の第1日曜日にはそばを食べる会を開催しています。資源の集落資源の活用と環境改善で非常に効果が発揮されました。左あの黄色のところでですね書かれている場所がそれぞれ資源の活用と環境整備を図ったところですけれども、このような取り組みによって放置されていた場所が魅力的な場所に生まれ変わって。 そのの結果猿の被害が減少しましまた集落ぐるみの活動の方向性としては資源の活用と交流が挙げられます積極的に、えー、人と交流する資源を活用することで、えー、関心が高まって楽しい出会いがあって活動が広がってということで関係人口の増加も見込まれました。 集落再生は人の心を豊かにし、獣、えー、害に強い村をつくります。住民の関心が高まれば、集落環境は改善して、獣害に強い集落となると思いました。集落の強みは、地域に資源があることです。それゆえ、資源の放棄は、弱みとなって、重害問題につながっていきます。 映画シーンの侍と獣害対策ということですけれども、この映画はですね秋になるといつも山賊が村にやってくる、村人は諦めるか戦うか悩んだ末に、自らが立ち上がる決心をするというものですけれども、これも集落で取り組むことに関しては、獣害対策と非常に共通したものがあると思います。ご清聴ありがとうございました。